サッカーファンの皆さん、お待たせしました。大勢のサポーターが押し寄せたスタジアムはサッカーにもってこいの天気に恵まれています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇さんをお迎えしています。お送りするのは明治安田生命 J1 リーグの一戦、セレッソ大阪がベガルタ仙台と戦います。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。こちらも 4-4-2 のフォーメーションです。前半キックオフです。相手ボールになります。ボールを前に運んでいます。リードを奪いたい。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。最後はかなり近いところから押し込みました。あそこまでボールを持ち込まれたらどうしようもありません。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。試合時間は前半4分、早くも先制点です。キープに苦しんだのか、相手へのパスとなってしまいました。これはチャンスだ。再び得点です。今日はどうしようもないですね。捕まりません。絶好調。2点目のゴールを決めました。違うアングルから見てみましょう。レアンドロ・デサバと奥野博明、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。何をしてくるのか。おっと、裏へ出した。あとはキーパーだけという状況でしたが、スーパーセーブでゴールを守りました。1対1を止められるとは思いませんでした。最高。平岡康博、このシュートを弾いた。このコーナーは誰に、キーパーがコーナーをパンチング。ディフェンダーに当たる。コーナーに逃れます。ではゴールシーンをリプレイでどうぞ。ボックス内から蹴りましたね。左に置きに行くようなシュートです。さあボールを蹴った。いいところへ出した。ボールがこぼれました。クリアできるか。
相手陣内に押し込んでのスローインになります。中に入れてくるか、何を狙うのか。相手ボールになりました。見事なパスカットです。ドリブルで進みます。素晴らしいスルーパス、キーパー弾く。ボールはエリアへ、キーパーがコーナーキックを弾き出しました。これは見事なパスカットです。さあどうする、仕掛けてくるのか。狙った、外れていきました。ゴールなりません。松田陸、ボールは相手に渡りました。ボールを運んでいます。素晴らしいボールだ。ゴール、ボールがネットを揺らしました。さあこれでハットトリックとなりました。一人で3点目を奪いました。ハットトリックです。ディフェンダーも手がつけられないといった印象でしょう。フリーにさせると危険です。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。スローインが転がり込んできました。スローインから攻守が変わります。いい位置です。チャンスにできるか。いい位置でカットした。ボールを取り戻しました。ここは枠を捉えきれません。これは見事なインターセプト。ゴール前で振り切った。キーパーと1対1でしたが入りません。力が入りましたね。ここは冷静になるべきだったと思います。しっかり見えています。これは決まってもおかしくないシュートでした。松田陸、サイドのスペースが広く空いています。前に出しましたが気を抜けません。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは3対0。ゲームはハーフタイムに移ります。この選手ですがここまでの活躍は見事です。ボールを前に運んでいます。リードを奪いたい。前半もまだ30分以上残っていますが、もうが始まりました。このままワンサイドゲームとなるのでしょうか。
見事なスルーパス。何をしてくるのか。止めたが抑えられない。さあどうなる。ブルーノ・メンデス、主審はプレーを続行させます。アドバンテージを取ったようですね。松田陸、ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。これはどうだ。これはゴールキーパーが問題なく対処します。いいカットです。ボールを奪いました。ここはよくスペースが見えていました。このシュートは惜しい。リードを広げられません。パスをカット。いい読みでした。狙える位置です。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。ここから狙うのか。打ってきた。ゴールゲット。こんな近くで持たれたらなすすべなしでしょう。リプレイをご覧ください。キーパーはボールに触っていますが止められませんでした。シュートが強烈でしたね。奥の広明、ボールは相手に渡りました。うまく読んだインターセプト。八塚浩二、走り込んだ味方にスルーパス。ここはクリアしました。仕掛けてくるのか。ここはカウンターのチャンス。絶妙なパス。ちょっと長すぎたか。いいカウンターだったんですがゴールを大きく外してしまいました。はい、最後に慎重さが足りなかったようですがチームの力をしっかり見せました。相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。そうですね、選手たちは試合の流れを狙ってきた。イエース、ゴール決まった。いいクロスが上がっていますね。シュートもまた見事です。見事なボレーとなりました。綺麗に決まりましたね。レアンドロ・デサバト、ボールはサイドの選手へ。ゴールに向かっています。さあどうする。これは見事なパスカットです。見事なスルーパス。シュートは決まらず、追加点のチャンスを逃しました。ここで選手交代です。この選手、今日は見事な働きでした。スタンドからも大きな歓声が上がってますね。サポーターも満足しているでしょう。レアンドロ・デサバト、ボールを奪われました。味方につなぐこともできます。
何を狙うのか。危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。相手が寄せてきます。攻撃に移りたい。素晴らしいボールです。このボールはキーパーがキャッチ。ボールをアタッキングサード。ここはドリブルに入ります。まだボールは生きています。キーパーがボールをキャッチしました。サポーターが不満をあらわにしています。レフリーのホイッスルが鳴ってここでタイムアップ。試合が終了しました。この試合では鮮やかなパフォーマンスを見せました。ご覧の